先月のことなんですけども、私のところに、ね、正体不明の謎の郵便が届きまして、これからして薄いんですけども、で、Amazon から届いたんですよ。で、私は注文してないはずのものが届いて、何かと思ったら、なんと、ラバーが入ってたんですね、こちら。で、私の名前宛てに来てるんですけども、このお届け物はギフトですと書いてあって、で、送り主が私の弟なんですね。何かと思ったら、私は3月の末が誕生日だったんで、おそらくもう誕生日プレゼントということで、この Amazon を使って送ってくれたなと思います。まあね、お互い卓球やってますからね。しかも2枚入ってました、ラバーが。何かというと、オーソドックスデラックスです。1枚が2枚です。まあ、オーソドックスデラックスといったら、まあ、最もスタンダードな1枚ラバーで、バタフライの中では唯一残ってる1枚ラバーですよね。まあね、弟も立派な社会人なんで、で、当然お金はたくさんあるわけですから、まあね、バタフライのラバー送るとしたら、ね、まあ、最新の一番値段の高いディグニフスとか普通だったら送るとこですけども、さすが私のことをよく分かってましてね、1枚だわ、わざわざこの1枚だわを オーソドックスデラックスを選んで送ってくれました。しかも2枚です。2枚でもね、2000円ちょっとなんで非常に安いですよね。まあ、値段以上のね、このセンスのある贈り物をしてくれました。でね、このパッケージちょっとやっぱりね、違和感あるんですよね。オーソドックスといったら、まあ、こっちでしょう。ね、まあ、皆さんもそうですよね。ちょっと明るすぎるかな。ちょっと明るさを調整しますね。どうかな。こちら皆さん見覚えあるオーソドックスデラックスのパッケージだと思います。当然私が卓球を始めた時も、このパッケージの状態で、唯一の1枚ラバーということで、バタフライにありました。これはね、まあ、5、6年前ですかね。全部バタフライがパッケージのデザインを統一することで、全部困ってしまって、で、元の、その時代に既にあったパッケージの色を使って、この輪っかにすると。まあ、タキファイアドライブだったら、ちょっとオレンジと赤っぽいやつとかね。そういうふうになったんですよ。で、オーソドックスデラックスも、このついに、レトロなパッケージから統一されたパッケージになってしまいました。まあ、個人的に言えばね、全部他の、まあ、タキファイアとか、スレイバーとか、ブライスとか、テアンジとか、全部こうなっちゃってもいいから、オーソドックスだけはね、このレトロなまま残してほしかったなっていう気がするんですよ。まあ、残念ながらそれは叶わなかったわけで、私はそれを非常に気にならなかったわけですけども、今回ちょっとね、こういうものを届いて 小さい意味ではちょっとね、気に入っちゃいました。ね、いいですよね。ちょっと書いたことも変わったのかな。昔はこの、ね、いかにも古い文字で、しかも、ね、カット選手用って、こうなんかね、この文字体もいいですよね。書いてあって。でね、裏面、ちょっと読みますね。純度の高いゴム質で作られた1枚ラバーです。その上、耐久力は抜群で、粒が切れることはほとんどありません。やや柔らかめのゴム質で、カットのコントロールは抜群です。ということで、まあ、非常にね、高品質なラバーということで書いてありまして、私もこれ、私実はこれ初めて使った1枚ラバーなんですよ。このオーソドックスデラックスと、あと、ヤシャカの A2 ですね。A1、A2 の A2、小粒の方です。で、両方とも定価1000円で、それプラス、国卓のカット用ラケット、オールマイティに両面貼って使ったのが、最初の1枚ラバー、私にとっての最初の1枚ラバーです。あれもね、ちょうど10年ぐらい前のなんのかな、こちら買いました。でね、新しいパッケージだと、こちら書いてありますね、ここに。表ラバー、オーソドックスデラックス、コントロールが良い1枚ラバー、使いやすい1枚ラバーです。コントロール性能が良いため、打球が安定しやすいという特徴があります。また、相手からドライブを打たれた時には、着実に返球することは可能です。もうちょっと変わってるんですね、ここはね。まあね、このパッケージの時代からもだいぶ経ってますからね。まあ、他の、どんどんその性能、スピードというのはどんどん上がっていく上で、その中でね、この昔のままの、形を残したオーソドックスデラックスということで、まあね、その、
なんていうんですかね、ラバの立ち位置、そのラバの特徴、優位性っていうのはまだ変わってくるわけですから、またその内容は変わったというわけですよね。でね、まあこれ、用途も皆さん馴染みというか見たことあると思うんですけども、さらに古いのもありまして、こちらですね、はい。まああんま変わらないんですけどね、さらに古いもので、ここはクリーム書いていて、中が見えるようになっているオーソドックス・デラックスです。で、こうシール貼ってまして、900円と書いてありますね。なので、昔はもっと安かった。これ、私が炊き始めた頃はもう1000円でしたけども、昔はまあさらに安かった。で、まあ、他に、オーソドックス・デラックスですけども、デラックスじゃないオーソドックスもあった時代。まあ、1枚ラバーイコールオーソドックスですからね。に、この緑のラバーも、ここね、緑のパッケージとかもあって、その中でオーソドックス・デラックスはカット選手用ということで、この水色のパッケージが定着して、それが、デラックスだけ残った後にこういうふうに変わったということですね。まあ、このロゴも、このバタフライの新しめのと、まあ、古いこれですね。まあ、それぞれね、ちょっと開封して、パッケージの比較と、あと中身の比較、まあ、この新しくなって変わったかどうかというとも、まあ、ちょっと次回ね、動画でご紹介しようと思います。なんで、今回はこの、まあ、誕生日プレゼントに来た1枚ラバーが2枚というのをちょっとね、ご紹介しました。まあ、弟ちょっと見てわかんないですけど、ありがとうございます。エアタグ使わせてもらうと思います。